間を抜く練習やります。2人の間。OK。右利きの人は右側からスタート。左利きの人は左からスタート。で、まずここから、ね、1人目のディフェンスの、ね、まあ、コーンじゃなくて、ちょっと右、ちょっと右、こっち側だね。こっち側。人っていうのは、ディフェンスに向かってまずドリブル。人に向かってじゃなくて。だからドリブルをこっちに出る。こうやって。したら、相手どうなる？1人目の相手。動くよ。どっち側に動く？右、左。こっち動くよね。ね。だから、まず、ここまず、まずここに向かってドリブルする。そしたら、テイトは左側に動く。で、まずテイトを右側にかわす。右側にかわす。そしたら、カバーの人が出てくるね、こうやって。で、だいたいみんなこっから、右利きの人は、またさらに右行っちゃうんだよ。そう。で、右行っちゃう。そしたら、ヤマトがついていて、ボール持っちゃう。で、また右行っちゃう。で、どん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 外行って、周り逃げちゃうよ。だから、右にかわしたら、ヤマトの前で間に入る練習。こっちドリブルしてったら、こっちから、小指、親指に入る。これ練習。OK。左利きの人は、ちょっと、こっち側にドリブルしてって、こっから、相手動かしたら、小指、親指に入る。この練習やります。で、ボールの触り方なんだけど、ドリブルしていって、これは違います、これは。ドリブルしていったら、ここで、こうやって、あとこれとか、あとこれも違います。こうやってさんのも違う。今、ボールいっぱい触ってるでしょ。じゃなくて、ツータッチで触る。いやー、かわす。で、ドリブルしていったら、まず1人目かわす。1人目かわしたら、あれ、のすけこんちゃん。かわしたら、ここかわしたら、次のを置いても、こっちにさせに動くよ。2人がこっち動く。2人がこっち動いた瞬間に、このイメージも。OK？ 聞いてる？ OK？ イメージ大事だよ。1回目の小指の出して、2人を横に置かせて、動いた瞬間に自分は出す。ドリブルしていったら、小指、これだけ。OK、行きましょう、スタート。まずさ、みんなこう、まっすぐドリブルしていくんじゃなくて、こうやってじゃなくて、ちょっと、マーカーより右側に出る。で、こっから、コーンの左側に向かってドリブルして、左側。なんで？誰か答えてください。はい。あ、そう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 、相手を、ね、こっちにドリブルしたら、この状態からこっちにドリブルしたら、こう動くよね、絶対こう向かいたくないと。だからまずまっすぐドリブルするんじゃなくて、こっからこっちに向かってドリブルして相手動かして、こっから右側にかわす。 OK。 こうやってドリブルしてって、で相手に向かってきて、こうやってやるんじゃなくて、スペースに向かってドリブルする。ドリブルはスペースにドリブルするからね。でこっちに向かってドリブルして、相手に動いたところをこうやって、こうやって。 OK。 左にもいい、もう一緒だよ。ちょっと左に上から入ってきて、でスペースに向かってドリブルして、相手に向かって、小指、親指って入ってきて。 OK。 OK。 はい、こう。これポイントがあるんだけど、抜く瞬間あるでしょ。抜く瞬間にちょっとサイドステップをこうやってやる。まず1個ポイント、小指で触ると同時によ、こっからよんで、その後で縦グッてスピードを持っていくためには、自分の左足、まあ、軸足だよね、をボールの近くに持っていってください。さ、こっから出したで、出して軸足が遠いまま倒しちゃうと、こうやってバランスあんま良くないよね。これで絶対スピン取れないから、そう、今のこっち、アキトみたいに小指で触ったら、自分の軸足を近くに持ってくる、今みたいに。そしたらグッて前行けるから。で、あとこの後、みんなこの後でさ、なんか行くよ、みんなの真似、なんかもう抜いて満足しちゃってる。どうすんの、また次行ったら。だから抜いた後すぐもう一回触る。ドリブルしてって
OK? これが試合を意識したプレーだよ。 OK? はい、行こう。次やるのはドリブルしていったら、ドリブルしていったらボールを止めます。止める。で、こっからいつもはさ、中入ってくる、中入ってくる。でも中に入っていかないっていう練習やります。で、どういうことかっていうと、今日さっきから、ね、同じようなタッチいっぱいやってない？同じようなタッチ、親指？そう、小指親指のタッチいっぱいやってるじゃん。このドリブルして止めたら、この後こうタッチ、このタッチは今日できるようになってほしいから、ね、またここでやります。まずドリブルしていったら、ここでボールを止めます、ね、で、こっちに入るんです。そしたら、こっち入ろうとしたら相手はこう動くよね。だからこっちに動いた瞬間に動いた瞬間にこっち入る。このタッチ、さっきできちゃう。ドリブルしていったらボールを止める。で、中入ってきます。こういうイメージ。こういうイメージ。で、やり方は、ね、一緒。こう、ドリブルしていったら、こうとこう内でボールを止める。で、こっちに入っていくっていうふりをしてほしい。で、だから、ここに向かって、ね、速いスピードで、こうやって、スクッて。で、相手ついてくるから、こっち動いた瞬間にさっきのタッチと小指でボールを触ると同時に自分はジャンプ、ジャンプして OK? 左利き大丈夫やって、左利きやってくれるんじゃないか。ドリブルしてボールを止める。で、小指で入ってくれて名前 OK? はい、行きましょう。ストップみんな、みんなまずさ、しっかりと小指でボール止めるっていうのを意識高くやってください。で、みんなどんどん雑になってきた。回数も今止まってなかったし、でまず必ずドリブルしていったらボール止める。今みたいにじゃないと、ね、相手がいたらボールが止まらない。こういうところに加えちゃうよ。あとは、例えば、足が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 足に、ボールを止められなかったら、パス出せないじゃないですか。じゃあ、パス出したら、取り取れたものが、パス出せない。相手に取られる。失点しちゃう。もったいない。じゃあ、しっかりとこだわって。みんなこだわるとか、まあ、足りてない。甘くなっちゃダメ。ちょっとでもボールがこうやって止まってたから、もう一回やり直そう。 OK? これが上手くなる人です。こんぐらいでいいかなってやってる人はこんぐらいの選手になっちゃうから、普通ぐらいの選手で、しっかりと自分に厳しくなって、しっかりとボールを、あ、今のダメ。ドリブルしていくから止められるようにしてください。いいですか？はい、行こう。次はめっちゃシンプル、めっちゃシンプル。でも、いや、あのプロのサッカー選手がめっちゃ使ってるからやってほしいんだけど、次も一緒。で、右利きの人は左側からスタート、ね、左利きの人は右からスタート、ね、で、こっからみんなさ、大体さ、中に行くのは結構みんなやってくるじゃん。かっこいい。そう、だから今日は縦に飛ばすね。じゃあ、エリュースで行って、あ、そうだ。で、最初はまず、ね、ゆっくりドリブルするんだけど、ゆっくりドリブルっていうのも、このゆっくりのドリブルじゃなくて、得意な足が前でゆっくりドリブル。そしたら、相手もゆっくり動くでしょ。で、この、まあ、フェイントっていうか、この抜け技は緩急を使ったフェイントです。で、だから最初はゆっくりドリブルする、ゆっくりドリブル。今何やったか分かった？緩急使ったけど最後のボールの触り方分かった？ちょっとケイチやってみ。あー、うまい。そう、ケイチ外す、ケイチできる。で、何をやったかっていうとね、
で、何をやったかというと、右足前に左足にするでしょ。だけど、触る瞬間に左足と右足を揃える。そう。こうやってやってたら、こっから左足前だけど、すごい。そう。で、最後のボールの下げ、ちょっと最後ミスっちゃったんだけど、で最後、今さ、ケイトがシューでしょって言ったじゃん。シューです。シューってのはどういうことかというと、ちょっと腰で、こうやって巻き込むように親指で、だからボールと手を使っていったと、もしかしたら相手の足が伸ばして届いちゃうかもしれないから、ちょっとこうやって巻き込むように回る、じゃあボールと手を使って、こうやって回る、分かる。左利きの人は、左利きの人ね、左利きの人は触ってきたら右足を